こんにちは、よろき先生こと中村です。いつも励みになるコメント本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるように練習していきましょう。数学苦手な学生さんとか、やり直し社会人の方でもね、一から意味が分かるようにしっかり作りました。巻き戻しとかね、倍速再生も駆使して徹底的にインプットしていきましょう。ではここから授業です。どうぞ。ここではグラフで連立方程式の解を求めるにはどうすればいいかについて見ていきます。で、端的に言うならば、連立方程式の解っていうのは計算しなくてもグラフを書いてその工程を見ることでも求まります。詳しく見ていきましょう。今回勉強することはたった一つです。さっき見た通り、連立方程式の解っていうのは計算じゃなくてグラフの交点でも求まります。早速具体例です。次の連立方程式の解をグラフを書いて求めようということでね、このような連立方程式があります。で、計算やったらこのようにね、加減法などをして x イコール 2y イコール1が解だとわかります。で、そもそもこの連立方程式の解ってどういう意味やったかなっていうと、この1の式を成り立たせるような x と y の組は何ですか、そして2の式も成り立たせるような x と y の組は何ですかと、この1と2の両方とも成り立たせる、そんな x と y の値の組を求めるっていうのが連立方程式の解やったんですね。そう考えると、連立方程式の解ってグラフを書くことでも求まります。どういうことか、実際にグラフを書いて求めてみましょう。まずは1のグラフを考えます。この1のグラフを考えるときに、もちろん y イコールの形に直しても OK です。でも、もう一つ方法があったんですね。それは0との交点を考えるという方法です。今回はそっちの方法で書いてみましょう。この1の式において x が0のとき y どうなるでしょうかというと、計算すれば y イコール2とわかりますね。反対に y が0のときは x イコール4とすぐに求まります。つまり1のグラフは x が0のとき y が2ということは、 x が0で y が2である、この点をまず通ると、そして y が0のとき x が4ということは、 x が4のとき y が0である、この点を通ると、この2点を通る直線なんです。ということで、この2点を結べば直線1のグラフが完成します。じゃあ次、2のグラフを考えてみましょう。これもね、0との交点を考えてもいいんですが、今回に至ってはね、もうマイナス x を移行すればすぐ y イコールの式にできますね。 y イコール x-1 と変形できるんで、これは傾きがプラス1で切片がマイナス1のグラフです。切片がマイナス1っていうことは、x が0の時 y がマイナス1、この点を通るんですね。で、傾きが1っていうことは、ここから x が1増えたら y が1増えるということです。つまりこの点も通ります。じゃあ通る2点が分かったんで、あとは b と結べばグラフが完成します。そしたら、この書いた2つのグラフ、ある1点で交わってますよね。ここです。ここの座標を読み取れば、それが連立方程式の答えです。つまり x 座標が1に y 座標が1で、答えは x イコール2 y イコール1と分かるという流れです。で、最後にね、なんでこれで連立方程式の解が分かるんやっていうと、この直線がね、一体何を表しているかっていうのを理解すれば分かります。例えばこの1の直線っていうのは、この1の式を成り立たせる x と y の値の組み合わせを全て表しています。例えばこの直線上にある、今回答えになったこの x が2で y が1という点、x イコール2 y イコール1をこの1の式に当てはめてみましょう。そしたらちゃんとイコール4になって式が成り立ってますよね。で、このことはこの直線上にあるどの x と y の値の組み合わせでも言えます。例えばここっていうのは x がマイナス2で y が3ですよね。 x がマイナス2で y が3、ここに代入したらどうなるでしょうか。計算すればね、やっぱりちゃんとイコール4になってこの式が成り立ちます。つまりこの直線っていうのは、この1の式を成り立たせるすべての x と y の値の組み合わせを表しているもんなんですね。そしてそのことはこの2のグラフにおいても当てはまります。この2の直線上にある x と y の値の組み合わせっていうのは、この与えられた2の式に代入したら全部成り立ちます。当然この今回の答えになった x が2で y が1っていうのも、ここに代入したらやっぱりちゃんと成り立ちますもんね。だから連立方程式の解っていうのは、この1と2の式を同時に成り立たせるような x と y の値の組み合わせを求めることで、それはグラフから求めることができると、この交点がその2つの式を成り立たせる x と y の値の組み合わせを表してるんだよということです。これにて要点は以上です。理解できましたでしょうか。ではここから例題を見ていきましょう。次の連立方程式の解をグラフを書いて求めようということでね、グラフの交点が連立方程式の解を表すんでしたね。
じゃあまずは丸1のグラフから考えてみましょう。これどうすればいいかなっていうと、もうこの 2x を移行したらすぐ y イコールの形になるんでね、簡単に書けそうですね。y イコールマイナス 2x-3 となるんで、これは切片がマイナス3で傾きがマイナス2のグラフです。切片がマイナス3ということは、x が0の時に y がマイナス3、この点ですね。で傾きがマイナス2ということは、そこから x が1増えたら y が2下がるということです。ここにもう1点取れます。あとはこの2点を b と結べば、丸1のグラフが完成します。じゃあ次、丸2のグラフ行きましょう。これどうやって書きましょうか。もちろんね、これを式変形していって、y イコールの形にしてね、書いても OK です。でももっと楽な方法もありますね。それは、0との交点を調べるという方法です。この丸2の式において、x が0の時、y がどうなるかな。計算すれば、x が0の時、y は2になります。反対に、y が0の時、x の値はどうなるかな。計算すれば、x の値はマイナス4となります。つまり、x が0の時 y が2ということは、点0、2を通ることがわかります。また、y が0の時 x がマイナス4ということは、点マイナス4、0を通ることがわかります。この2点を座標平面上にとって結べばいいですね。x が0の時 y が2ということは、ここです。x がマイナス4の時 y が0ということは、ここです。この2点を結びます。そしたら交点が出てきますね。これが答えです。ここの座標を読み取ります。これより x イコールマイナス2、y イコール1が答えとわかるという流れです。実際この x イコールマイナス2で y イコール1をね、丸1の式に代入しても成り立つし、丸2の式に代入しても成り立ちますよね。ということでインプットは完了です。あとは問題集などでアウトプットしてしっかり身につけていきましょう。